オルフェイブルに会いに行ったいけどエッシュ。に対するみんなの反応。相変わらず微妙に距離があるよ。今回は蹴られてないのかな？オルフェキック食らいたい？でも池添が来ると世は機嫌いいんだよな。触られたから真似した説好き。なんで腰引いてるんすか？また右前足でちょっかいかけられるから腰引けてるんやろ。そりゃ毎年蹴り入れられたら及び腰になって当然だろうし。去年一昨年の例からして今年も確実にじゃれてくるであろうことが予測されるからな。舌出してると王も可愛く見えますね。若干引き気味なタッチ好き。毎回恒例の視線機種だったと思えないような腰の引け方。蹴られないように少し距離取ってるの好き。オルフェが舌ペロ。例年にない穏やかさ？まさかテヘペロを覚えたとか、ないよな。問題児とは関わりたくないよ。オルフェ、今年は殴っていいぞ。オルフェは去年も一昨年も殴ってた定期。例年の池添キックはオルフェなりの挨拶な気がするけど素のパワーがね。泣けるわー。なんか例年よりちょっとだけ優しい目になった気がしないでもなかったぞ池添。あからさまに腰引けてて草。今年も腰引けてんの芝。逃げる気満々じゃねえか池添。下ペロかわいい。へっぴり腰定期。ただ今年は蹴るつもりなさそう。下ペロしてるオルフェが可愛い。プライベートっぽいしこの感じだと今年は動画はなさそう？定期、男池添今年も逃げ腰。今年の見聞録北海道編派よ。この下ペロオルフェ、昨年の下ペロ夏バテ走路と雰囲気似てるね。今年も再会見れるの楽しみにしてたけど、いつもの赤い見聞録の T シャツじゃないからオフっぽいね。ほとぼり冷めてきたけど、年には年をって感じなのかな。収録してちょっとタイミングずらして流しても俺はええんやで、と思っている。腰引けてる。そっぽ向いてる。感動の再会？もし今回蹴ってなかったら取れ高を分かって蹴ってることになる？前リハビリ中にプライベートで会った時も蹴らなかったっぽいし、撮影を理解してる説がある。やっぱ芸人気質なのか？捨て子さんくだしな。撮影用の本格的なカメラかそうじゃないかぐらいは認識してる馬もいそうだな。蹴った時は撫でられてたのが座りの悪い場所だった説。今年のは撫でてもいいところなのではなかろうか。ファンサを心得てそう。ひずめつやつやだな。すごくカメラを見つめています。去年一昨年は赤いシャツが気に食わなかったんやろな。今年はおとなしめの色だからセーフ。下ペロペロオルフェかわいい。心なしか喜んでるように見える。見学とかでの写真撮影の時は舌出したりしてくれるから、カメラを理解してる節はあるそうな。動画か、動きがある方がいいな。スレスレ置けるよ。写真か、そっぽ向いて下ペロシャッターチャンスするよ。捨て子族だから本当に考えていそうなんだよな。毛並みもだけどひずめもツヤッツヤだな。月並みな感想だけど綺麗な馬だよな。会いに来たんだよ。仲良さそうでよかったよ。何もしないよ。もっと近くにおいでよ。下ペロが可愛い。距離を感じるよ。今回はパンチされなかったんだよ。絶対池添のこと覚えてそう。やっぱり大馬さんって頭いいんだね。人間さんはそのパワーだと、塗ってことも理解してくれませんかね。オルフェパンチしてないだと？できる距離に来てないからかも。2年も連続で蹴られかけたらそうもなる。さすがプロだ。これ以上近づくと蹴られる距離を把握している。例のオルフェパンチもじゃれ合いですからよ。でも馬パワーだと怖いよ。蹴ってる姿も微笑ましいから今年もやってくれてると嬉しい。この微妙な距離感はなんだよ。なんだその及び腰は不敬だぞ聞こうよれ。何を近寄っている不敬だぞ。ジェンティルのシナリオでうちらち蹴り上げたことにされたから、代わりに池添をパンチしたいよ。人は殴ったらダメだよ。癖馬乗りの達人の前。たまにウェイ系とかで挨拶とか絡みで肩パンする人いるけど、おる視点からするとああいうノリなのかもね。加減して人を足でどつくのを意外に知らない。
いたずら心やかまって欲しくて人の足を踏もうとするのは大気もそうだったっけ。池添やらかしたんだから一発殴らせろよ。基本的に人間大好きで見学してくる人が帰ろうとしたら、帰らないでよーと追っかけてくるくらい寂しがり屋さんでもある。お住長さんも放牧したら人間のいるカフェの近くに必ず移動するし、ゴルシも人間いたら割と機嫌はいい。人間好きで寂しがり屋なのはじいさんの血の隠れた要素なのかもしれない。オルフェは気分屋で無神経なだけで人は好きっぽいんだよな。弟もあんな人、死みたいな目つきしてた割に今や穏やかホースだし、ステゴサンクはレースやめたら変わるのかもしれない。寂しがりで凱旋門の帯同馬にもずっとべったりだったからな、オルフェ。そう思うと引退後もトゲ取れて丸くなるどころか厩務員さんに吉、いや扱いされるドリジェの兄貴は突き抜けているな。めちゃ機嫌良さそうじゃん。ゴルシはビッグレッドで何かイベントした時に撮る集合写真の常連になってるし、年取ればオルフェも丸くなってるのかも。なんか前よりビビってない？二人は仲良し。相葉触るにしては距離が、もうすでに振りかぶってるように見えるが、また歯を出してる。オルフェイブルも喜んでいます。相変わらず顔でかいな。こんな身の危険感じる馬の顔久しぶりに見た。耳絞ってないし方向転換もしないからじゃれてる範囲だろうけど、テンション上がったら何やらかすかわからないから怖い。性格が丸くなってはいるんだよな。これでもそれでも他の馬とは一緒にできないみたいだが、担当の人から後で機嫌が良かったみたいな話があるし、本当なら本当に喜んでるんだよな。オルフェの場合って基本うざがらみというかちょっかい出すのが基本な性格だから、その上で気に入った人間にはスキンシップと称してボディタッチをしてくるわけで、その加減があんまりできてなくてですね。結果としてお出しされるのが殺傷力のあるオルフェパンチですか。肩パンとかケツを叩くとかそんなノリなんだよな。ただ馬の力で手加減がしきれてないノリでやってくるから。お互い警戒しまくってる。警戒してるのは池添。オルフェイブルは隙を伺ってる。厩務員さんも隙を見せるといたずらされるって気が気じゃないらしい。オルフェの怖いところはドリジェみたく、死にくくるからとかじゃなくて、何するかわからんところだとは聞いたな。ドリジェは完全に人間舐めてたからな。なんとか耐え切って認められたのが池添なわけで。ステゴ3区みんなそんな感じな気がする。中山さんやお重や前提は関係者に驚かれるレベルで丸くなったので、白いのも今は手がかからない方らしいし。最強の二人。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。